まあ、2月最終ということでねワーケーションの方にね来ておりますまずチェックインしてるんでねまずはスパークリングワインこれでねはいしっかりとね乾杯しそれからお仕事に行きたいと思いますまあこれだけねスナックタイムでいろんなお菓子がね続けて スパークリングワインが飲めて、えー、そしてこちら、えー、私の大好きなペプシーで、これ、えー、どうかさんということでね。はい、ここで、えー、くつろいでから部屋の方に行きたいと思います。大人の遊びをしようじゃないか。デバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。SOXL の方がね、 TDC ケンシャル的にえ短期の上昇トレンド入りしましたので、まあ、ネクス証券の方でね、買っちゃったということで、まあえ、11ドル台になるまで我慢しておうと思ったんですけれどね、まあ、思わず買ってしまったと。TDC ケンシャルたまにね、1日だけ上昇トレンドに移ってえ、すぐね、下落トレンドに変わる時があるので、変わらないでね、というふうに思ってます。えドル円再建合わせてチェック、SOXL の差し値の方も考えていきたいと思います。SOXL 作戦会議。 スタートです。 この番組はね、2023年 SOXL が再度10ドルを切ることがあれば、6年以内に送り人になれるというね、まあ計画をしています。今年しっかりと仕込めれば100倍が現実になるということで、まあ本当に100倍になるのかどうか、まあそれをね、見ていただこうと。ただし SOXL が10ドル切らなかったとき、まあそれはそれでね、対策を打っていきたいなというふうに思っています。この番組自体はソクル、SOXL を進めているわけではなくて、SOXL を使う。 私がおーりリになれるかどうかを見ていただくエンターテインメント番組となっております。 その SXL なんですけどね、巷またでは危険だ、危険だと言われております。それはなぜかと尋ねたら、べんべん、2022年ですよね、91.6%下落したからですよね。まあ、普通の人はこれだけ下落してしまうと、おお、もうそくるの未来はないとかと言うてね、まあ、老媒売,売りしてしまう人たちがいますので、まあ、そういうね、老媒売,売りしてしまう人っていうのはね、この SXL は危険でしょうがないですよね。ガチ欲していれば、トータルリターン以外は何も影響を受けないのに、売ってしまえればね、実現する 損益でただマイナスになるとということですただね、2022年91.6%下落来て分かったことがあります。それはまあ当たり前なんですけどね、書いてあるんですけれどね、信用しない人がいるんでね、お衣装ロスカットが発生しませんでした。繰り上げ償還も来ませんでした。3倍が2倍に入れまで譲渡されることもありませんでした。でね、併合は来るかな、来るかなと思ったんですけれど、併合も来ませんでしたということでね、まあ、これらの要因を踏まえますと、ガチ保していれば、 現実的に実質的に我々にダメージを与えることができないと。え所詮91.6%下落っていうのは絵に描いた文字ということでね、えその91.6%下落したときに、ポチュッっとえ売りますよというボタンさえ押さなければえ、必ずソクルがね、反転上昇していって、トータルリターンをどん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 回復していってくれるということが分かったということになりますので、この91.6%下落が怖いと思われたあなたはソクルは使わないでくださいと。私はガチ ししてててたたら勝てるとととといいいいううここを証明きでね、まあ、2022年のこの、ね、大暴落91.6%下落を耐えた速度これがね、もうどれだけですね資産形成に役立つのかこれをね、私は証明していきたいと思っております。さあ行きますよということでねまずは原油価格ですね75.69ということで12月から続く70ドル、80ドルの連譲を行ったり来たりしてるだけということで問題ないです。 でドル円の方なんですけどね、136円ということに、ね、なっておりますので、まあ、ドル高方向に振っていると、今見ていただいているチャートは20年歳ということでね、まあ、最近ね、TMF のねこちらの方を今、調べているということで、この後ね、動画撮,れ撮っていこうと思ってるんですけれどもね、まあ、この TMF っていうのが、この20年歳の利回りの方これに、ね、連動しているということになっておりますので、き、まあ、今日から20年の方も見ていくと。 ということで、4.116ということですね。20年歳利回りの直近の高値というのは4.6ということになっておりますので、ここまで戻ったとき、TMF はね、買い頃なのかなというふうに思っております。10年歳利回りも3.922ということでね、まあかなり4%台にね近づいてきたということで、ただね、20年歳、10年歳 ともにね、直近の高値まではもう少しね、時間がかかるかなと。まあ、このあたりはどうでしょう、3月の FOMC で0.25の利上げが決まったあたりで、しっかりとね、 直近の最高値っていうのをね、利回りでね、更新していってくれるのかなと、もちろん利回りが高くなるということは、債券価格は安くなるということです。ただね、2年債利回りが違うんですよということで、もう2年債利回りは直近のね、利回りを超えております、ね、ということで、4.782ということになってますんで、まあ、20年債、10年債とね、この2年債っていうのは、動きが違うと、まあ、もちろん逆イールドも発生しておりますし、ということになっておりますので、まあ、2年債のこの4 4.782というのはね、すこぶる高いんで、3月の FOMC で0.25の利上げ決まったら5%台に行くのかと、まあ、5%台に行けばね、かなりお金の方がね、この2年債利回りにも集中して流れていって、まあ、一気にね、利回りが下落していくんじゃないかなというふうにね、思うんですけれど。さあ、2月27日月曜日、耐久財の方がね、出てきましたねということで、まあ、こちら、前回5.6、予想がマイナス3.9、結果が マイナス4.5ということでね、かなりえ強い指数の方が出てきていると。中古販売件数、成約数の方もね、前回2.5、予想が1.0に対して結果が8.1ということで、アメリカの経済、まだまだ底堅いぞというねえ状態でしたね。今日は S&P のケースシラー住宅価格の方が出てくると。あとはシカゴオーバイブ、こちらの方の景況指数の方が出てくるというねえ流れになってます。月27日耐久済 現在の、ね、数が発表されたときにプレマーケット大幅に上昇しましたね。えー、もともとプレマーケットが開いたときに大きく口を開けて上昇、そして指数の方が発表されてさらに上昇と。で、えー、マーケットが開いてレンジに入ったような状態になるんですけれど、まあ、そこから後半ね、えー、上昇していくんですけれど、これはどうなんでしょう、高くなりすぎたので利確組みが入ったのがね、引けにかけて下落、えー、そしてちょこっと戻して、えー、時間外取引でもちょっとね、 上昇して終わっているということなんで、基本的にはね今週は SXL 上昇するんじゃないかなというふうに思ってますけれど、ただね、かなり買い勢力よりも売り勢力の方もねかなり強いということなんで、終値ベースで1.33あたりしかね上昇しなかったと、時間外取引の方でも若干上昇はしておりますけれどということで。 こちらがのの方のチャートですよね、はいえー、まあ今まで、ね、長らく下落トレンドが続いていたんですけれどやっと、ね、陰線ですけれど上昇トレンドに移りましたこれを、ねまあ、信じてエマネクス証券で昨日う、ね、ちょこっと購入したということになりますただ、ね、できたか見てくださいよということで、ね、もう日に日に細っていっているということになりますのでやっぱり今、ね、株式マーケットにお金が入っているというよりはよその債券とか、ね、よそのところにお金が回って てるのかなとということでこでれ出来高が小さいんで、ねどっちかに改正力、売り勢力、どっちかにねちょこっと振るだけでねえ株価がね上昇したり下落したりするということにもなっていると、まだまだ機関投資官などのねまあ大口の会は入っていない状態、まあそれでも株価は上昇したということですね。ね保有しております SXL322 株ですね、平均取得が15.7505、トータルリターンがマイナス7.74となっております。 そうしまして、マネックス証券の方でね、100株だけ購入しました、平均取得が14.59、これね、途中で起きてひよったんですよね、初めはね、14.51で指してたんですよ。ですけれどもね、残念ながら、途中でね、14.51は厳しいかなということで、14.59にしました、そうしたら月曜日の最安値は14.5。 ですかやってしまったということでね、まあ、0.8セント0.8セントこれがね大きいのか、えー、小さいのかというね、えー、ところがあります、えー、評価損益の方はマイナス0.34ということで今日上昇していただければね、えー、しっかりと売れるんじゃないかなというふうに考えてますあと、えー、買い付け余力があ1900ドルほどありますんでね、まあ、万が一13ドルとか12ドルにそこを掘っていく展開になるんだったら、まあ、しっかりとナンピンかけてね、えー、追随していきたいというふうに思ってます2月28日 今月終わりですね。資金投入せずに持ち株何株、ね、増やせるのかチャレンジということで2月は一応27株、ね、増やすことが可能だったとそして楽天証券だけではなくてマ、ねまあ、ネックス証券の方も発動しましたということでまとめますと楽天証券322株に対して平均取得が15.75マ、まあ、ネックスが100株取得で平均が14.59ということになっております。まあ、これを、ね、今週売りぶつけていいきたいな というふうにね、考えてます。SXL 終値ベースで見ますと、最終の終値が、 14.58になってますね。私、14.54の時にね、まあ、計算しておりますので、えー、若干誤差がありますけれど、このままいきたいと思います。えー、まずは16%上昇すれば16.86、16%下落すれば12.21、この中で SOXL がうろちょろうろちょろうとするんですけれども、まあ、今日の指数の発表でもねさすがに16%は降らないかなと、まあ、せいぜい降って8%、10%ぐらいということで、 考えていきますと、えー、まず5%上昇しますと15.267%上昇しますと 15.55%9% 上昇しますと15.84%ということになってますんで、まあ、マネックス証言の方でね、えー、持っている SXL 14.59ということなんで、まあ5、5%上昇していただいて、15.26でもね、まあ、0.5ドル以上ね、利幅が取れるということになってますんで、手数料負けしませんので、まあ、プラス5%になれば100株すべて売る予定にしております。えー、そして、楽天証券の方は15.75ということなんでね、まあ、今日は売れないなというふうに考えてます。で、逆に買いですね、マイナス5%下がっていただきますと、13.81、マイナス7%で13.52、マイナス10%で13.52。 13.08ということになってますんで、まあ、13ドル台に、ねえー、なるような形になれば、ちょこっと難品はかけていきたいなというふうに思ってます。まあ、13.81、13.52、このあたりですね、ここでしっかりと指し値を入れておくと。 ただね、月曜日のマーケットの安値といたしましては、まあ、14.5ということになってましたんで、まあ、ここ、これを、ね、突き抜けていってくれるのかどうかっていうのは、き、まあ、今日のほかなと、まあ、ただ、基本的には、ね、上昇するんじゃないのかなと思ってるんですよね、特に今日ですよね、3月の1日に向けてですよね、テスラのほうが、ね、なんか発表があるということでね、テスラ株、かなり上昇していってますんで、まあ、テスラ株が上昇していく。 テスラには、やはり半導体は使わないといけないということでね、えー、つられ高にならないかなというふうにね、まあ、期待をしております。えー、座別買い戻し基準ということでね、えー、楽天証券の方は14、18のレンジの時にメインで使っていく。マネックスは10から14の時に使っていくということで、まあマネックス証券ね、今10ドルからね、13.8とかになってましたから、まあ、マネックスの方をね、まあ指導させてもいいかなと。で、これマネックス指導させたのはね、もう一つね、重要なね、 役割があるとということで、まあ、今ねレンジに入ってるのはね、私の中では間違いないと、14から18のレンジに入ってるのは間違いないと思ってるんですよね。えー、そして、まあ、楽天証券ばっかり使ってますと、楽天証券しかドルが増えていかないということで、ちょっとそれは困ったなということで、多少ね、かぶるところ、ドーンに入ったときに、まあ、ネックスでもしっかりと売買をしてね、たとえ100ドルでも200ドルでも、まあ、利益の方を乗せていかないとね、えー、全然まあネックスの方がドルが増えていかない。 いかないとそれはそれでちょっと困るなということがありましたのでマままネックスのドルの方も増やしていきたいということで SXL ね今使ってますさあ今日 SXL がしっかりと上昇していくのかどうか確認していくということでねいつも通り23時からライブ放送をかけていきますのでライブ放送のご参加お待ちしております最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうさようなら